はい、こんばんは、斉藤優里です。イエーイ、パチパチパチ。今日8月29日水曜日の乃木曜日は私斉藤優里が担当させていただきます。よろしくお願いします。イエーイ。あら、もうコメントたくさんありがとうございます。嬉しいです。乃木曜日なんですけど、乃木坂46のメンバーが月曜から金曜皆さんとトークする帯の配信番組となっております。そして今週なんですけれども、明日はマーヤなんだけど、多分明後日がお休みになるんですよね。だから今週は3人蓮華と私とマーヤの3人でお送りするので、皆さんよかったらお時間ある方はぜひ、まあ明日のマーヤだけになってしまうんですけれども、見ていただきたいなと思います。ありがとう。なんかコメントね、やっぱゆり目が悪いからなかなか読みづらいよね。ちょっと待ってね。あ、そう、ゆり乃木曜日2回目なんですよね。今週じゃないや、前回回してで、今日はなんか分かんない人は分かんないし、分かる人は分かるけど、ちょっとメイクが違うんですけど、分かりますか？わかる？うん、みんなわかんないって書いてる。わかんないって書いてわかる？本当にわかる？そう、あのね、実は今日自分でメイクしてなくて、でっていうのも9月15日発売の EX 大衆でちょっとグラビアをやらせていただいて、でそれでメイクも髪の毛はちょっと今前髪とか自分でこれ始まる前にちょっと直しちゃったんだけど、やってもらって、そうなんですよね。リップは有利のいつも、リップは有利のいつものごめんすごい見つけてくれたのにごめんね。そう、9月15日の EX 大衆をちょっと見ていただきたいなと思います。すごいね、内容はね、めっちゃね有利っぽい感じ。あのね、まあ、夏の終わりを楽しんでるよ、随分と。うん、宣伝かよって言われた。そう、宣伝だよ。よかったら皆さん見てくださいね。うん、一人の、あ、そう、一人でちょっとグラビアやらせてもらって、そう、一人です。ありがとうございます。なんかウィズも読んだよって言ってくれる方がいたな、さっき。ありがとう。そう、カズミン、ウィズは女性誌のファッション誌なんだけど、カズミンとマイチュンと私でちょっと乃木坂が考えるカジュアル OL っていう企画にちょっと出させていただいています。ただいま現在発売中なので、よかったらそちらもチェックしてください。何しよっかな、そろそろ。じゃあですね、あ、そうだ、昨日蓮華ちゃんがやってて、その宿題を毎回出されるんですけど、昨日はじゃん、こちら、お、ほい、セクシーな一言をお願いしますって書いてある。セクシーな一言をね考えてたんだけど、なんかセクシーって結構人によっていろいろあると思うのね。例えばなんだろうな、例えばはないんだけど、まあストレートに好きですをちょっとセクシーに言ってもやっぱ嬉しいってなると思うの、皆さん。私がそう、前や乃木っちゅう乃木どこでやった塚地さんとのはちゃめちゃ拳法のちょっとってやつも確かにセクシーの部類には入るかなって思うけど、でも私考えたんだけど、一番ね、すごい名古屋で見つけたすごいセクシーなワードがあって、それでもいいかなって思うんですけど、みんなはそれでいいかな。違うよ、豚丼じゃないよ、牛タンでもないよ、違う、ハイヤーとかでもない。なんかね、多分予想つかないと思う、名古屋で見つけたの。だからそれにするね。
なんかセクシーな人が言いづらいな。これ一人でやってんの言いづらいんだよな。じゃあちょっと行きますね、そろそろ時間もないからね、早くやんないと喋る時間なくなっちゃうから、このねもじもじしてる時間がもったいないから行きます。いちじくとかぼちゃのパイどう、これどう、いちじくとかぼちゃのパイセクシーじゃない、どう、なら最高、本当に嬉しい。ちょっと熱いよゆうり、これなんかさ、いいよね、いちじくとかぼちゃのパイ。名古屋のなんか差し入れでケーキとかが入ってたんだけど、その中のメニューの一つにそれがあったのね。わ、これってなんかセクシーだなと思ってチョイスしましただからこれでもうクリア、昨日の宿題はクリア、 OK ね、 OK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 見る側も恥ずかしい、やめろよ、やってるユーリが一番恥ずかしいんだから。はい、じゃあ次に行きますよっと。そうですね、あ、そうだ、名古屋のライブの振り返り、名古屋のライブ来たよっていう人手挙げて、はーいって来るかな、はーいはーいはーい、かわいい、みんなはーいって言ってる、かわいいかわいい、はーいだってありがとうございます。そう、私はその自己中企画はもう福岡でやらせてもらったので、自分のっていうのはなかったんだけど、あすかちゃんの自己中プロデュースの方に出させてもらって、女は一人じゃ眠れないをあすかがドラム弾いてたのよ。え、分かる人いるよね。あ、そう、2日目、え、めっちゃかっこよくなかった、え、かっこいいよね。なんかさ、なんて言うんだろう、私リハーサルの時からずっと見てたんだけど、なんかその結構後ろの方でね、それを見れるんだけど、ドラムを叩いてる姿を、なんかアスカってあんなかっこいいんだっていう改めて実感をしたのね。いや、だから本当になんかもっとやるべきだと思っちゃって、なんかすごいマネージャーさんと熱く、アスカはもっとドラムやった方がいいよみたいなのをアスカにめちゃくちゃ熱弁したの、その後に、リハーサルの後に。アスカはね、照れてた、可愛かったよアシはガチのドラマね、本当にそれぐらい、てかあのさ、リズム感がマジで羨ましい。あのさ、なんかさ、なんていうの、なんかドドドドドなんかから始まってさ、なんかこう音につなげるじゃん。なんかそのリズムのこの踏むやつもさ、かっこいいしさ、あとこのステッキこうやってさ、片手でちょっと得意げに回してるのもかわいいなって思ったかわいいよね、ロックの。そう、ユーリはね、リズム感が本当に皆無だから、一生そういう楽器とかには縁がないと思う。なんかこれって鍛えられるもんなんかね、どうなんやろ。スティック回し、そう、あ、ステッキじゃない、スティックかステッキあれか、なんや、こういうこうやつだねあと、そうだな、あとマチューとカズミンの欲望のリインカネーションはマジで、後ろのダンサーさんがそのいつもお世話になってる方っていうのを MC で言ってたんだけど、え、本当になんかエッチだった、エッチ大丈夫かなこれねね、すごい、そう、セクシーセクシー、やばいよね。なんかその、私本家のメンバー、欲望の本家のメンバーなんだけど、あんなにかっこよく、そしてなんかセクシーにできたことないし、目隠ししてやるのって乃木坂史上初じゃない。なんかやっぱマッチュね、似合ってたし、カズミも似合ってた、え、めっちゃ可愛かった本当に。本家もありがとう、優しいね。ね、あれやばいよね。なんかさ、今回のさ、
真夏の全国ツアーのさユニットのところ結構私いいと思うんだよね。なかなかやらないし、その他の既存の曲でその入ってないメンバーがやって、でまた演出がついてっていうのがすごい見てて新鮮すぎて、でやってる自分もすごいやっぱ楽しかったの。そういうなんだろうな、普段できない曲とかを、だからあれもっとユリライブでやるべきだと思うんだよね。でね、それねアンダーライブとかだとめちゃくちゃやるのよ。それだとで多分選抜込みでやると、選抜もクリスマスライブかなんかでやってたのかな、ずっと前に、あのみなみちゃんが13禁やってた時とか、かずみんがあらかじめ語られるロマンスやってた時とか、なんかそういうのとかはしてたから、なんかもっとそういうなんかごちゃ混ぜにしたやつをユーリはいっぱいやってほしいなって思うこのなんだろう要望の感じあ、なんか今視聴者が1万5000人超えたみたいです。ありがとうございます。1万5000人の皆さん、どこで見てんだろう、お家かな。やっぱネット環境が良くないと厳しいよね、うん、どこで見てんだろう。ありがとう。うん、俺も見た。やっぱそうよね、うん、お家だよ。あららら本当だ、お家って書いてくれてる、ありがとう。円盤かね、どうなんだろうね。全然そういう話はね、ゆりたちはちょっと残念ながら分からなくってね。でもさ、結構毎年ライブの DVD ってちょっと遅れてはいるものの出てるから、いつかは出るんじゃないかなとか言いつつ、全然出なかったら本当ごめんね本当ごめんって感じだけど、でもそうだね、まあそのまあ行ってない人はね見たいけど、来た人はラッキーって感じだよね。うん、ありがとうございます。うん、そうだな、バスだ、バス言ったん、バスで、あ、うち早いなみんな。全ツアー、あ、そうなんだ、ツアーは出てないのか、そっかそっか。え、じゃあうちらのライブの DVD って何、バスライブぐらいしか出てないのか。え、そうなの？そうなのか。私なんかいつもさ、その DVD とかブルーレイとかさもらったらさ、すぐさあのお母さんがめっちゃ見たがるから、すぐお母さんにあげちゃうのね。そっかそっか。え、じゃあちょっとない可能性の方が高いかもしれないごめんよみんな、すごい適当なこと言ってる、バンバンと、すまんすまん。ちょん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 、はあ、本当だ、そうだよって書いてる、すまんな。スクショタイム欲しい。だってどうしようかな、これさこうやったら画面からいなくなるの楽しい、これいなくなってる最近のね、なんだろう、私の趣味はゲーム実況を見ること最近はゲーム実況をずっと見てる、暇さえあれば。でもしかもそのゲームは絶対にやらないゲームが多い。なんかね、やっぱゲーム実況者さんを見てると、なんか上には上がいるんだなとか思い始めて、やっぱそのゲームはもう手つけられない。なんか最初はこのゲームやってみたいから始めてみるんだけど、やっぱ上手い人がいすぎてなんか悔しくなるよね、やりたくなくなるので、あとその人が実況してくれると自分がやってる気分になっちゃうから、なんか自分って勝手に上手いんじゃないかとか思い始めたりもしちゃう。でやると撃沈するからやらないテトリスじゃない、マリオメーカーじゃないよ。あ、わかるって言ってる、嬉しい。あ、そう、怖い系特にそう、怖いのかはわかんないけど私が見てるやつは。でもそう、そうそうそう、みんなわかるかな、何のゲームか。うーん、あ、そう、あ、なんか今当たりが書いてあったな。なんかね、第五人格っていうやつと、あと今デッドバイデイライトのが一番見てる。あ、そう、デッドバイデイライト書いてある、すごい、よくわかったね。めっちゃ好き。キラー側も、キラーとあとなんだっけ、サバイバー側か、
両方見る、大好き。あれさ、しかもキラー側にちゃんと設定があるのがすごいよね。なんかその生い立ちみたいな、そのキラーの、すごいと思った。そういうなんかストーリーがついてるとなんかさらに想像もできるからめっちゃ楽しい、自分の中で。すごい、分かる人いるかな。あ、そう、ハントレスか。そうそうそう、ハントレス。すごいね、分かってくれる人がいる、すごい。でもゲーム実況者さんはいろんな人の見てるから、別にこれっていう方は特にいないかな。いろんな人の見ちゃってる。みんなも見てちょ、楽しいんだよ、めっちゃ。ゲームやらないって書いてある。お、2万人突破、突破だ。ありがとうございます、嬉しい。パチ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 、ありがとうございます。宮城の意気込みって書いてある。そうだな、宮城か。なんか一目惚れスタジアムが初めてで、また野外ですよね、きっと。で、大阪のヤンマーの時になんか水の演出があったんだけど、私それがめっちゃお気に入りで、なんか本当にマジですごかったの。なんていうの、なんか例えばなんか曲のいい感じのサビの時にファンの皆さんの方の水がフシャーンって噴射したりとかしてて、私真夏の暑い日だったからもっと出ればいいのにと思って、なんかでもみんなは結構びしょびしょになったよみたいな話は聞いたけど、私だったらそういうなんかそのなんだろう、ライブ開放感夏みたいな3拍子ぐらい揃ったらめっちゃ浴びたい、びちょ濡れになりたい派だから、なんかむしろ行きたい側だった。なんかやるっていうより私はその会場のファンの人の客席側にいて一緒に水が浴びたいと思った。私たちの立ってるステージって意外と水が当たんなくて、なんか場所によっては当たるメンバーもいたらしいんだけど、私の位置は全然に当たらなかったから、当たりたい、むしろ水鉄砲持ちたいんよね。あとさ、あれだ、欅共和国さ、バブル泡やったよね。そう、あれマジで羨ましいんだけど、本当にずるい、泡めっちゃやりたかった、ユーリも絶対楽しいと思う。あれはメンバーもかかってたのかな、どうなんだろう。欅ちょっと見た人いる、欅ちょっと見た人いる。あれすごかった、行ってない、マジでやばかった、泡えげつなかった。みんなで浴びた、いいなー、それはやりたいなー。ユーリもなんか全員とかは厳しくてもユニット曲とかでやっぱり泡を掛け合いたい。いやー、そういうのやりたいよね。なんかさ、泡バブルランとかあるじゃん、あとカラーボールランカラーラン、なんかそういうのもある。なんかそういうのやりたい、全部水と泡ダブル、お風呂やんそれ、もはや水と泡やったら。乃木共和国、それはみんなで泡は最高、泡を、カラーパウダーラン、そんなのあんの、カラーとパウダーと、カラーパウダーはあれかな、こういうボール系かな、投げてみたいな、違うかな、どうなんやろ。じゃあそれではそろそろお話も良きところでということで、まだ次のコーナーがあるからちょっと次のコーナーに行ってみたいと思います。次のコーナーはね、これかな、乃木帯選手権、イエーイ。ここで今週の配信メンバーで争う乃木帯選手権をやりたいと思います。今週の競技はワニワニロシアンルーレットです。おなじみのこのこいつだね、これワニワニの歯を噛まれずに何本押せたかを競います。週の中で一番多くワニの歯を押せた人にご褒美として焼肉お食事券がプレゼントされます。で、ちなみに昨日のレンカがなんかパーフェクトだったらしくてね、そう書いてあるけど、やばいよね、これでさパーフェクトってなかなか出せないよね。なんか
どれだと思う？わかる？なんかめちゃくちゃユリ諦めようってくるんだけど、なんでだよ。なんでユリに、ユリまだ一回もやってないのに、なんでさ、ユリもう諦めようみたいな、なんでだよ。ウケる。一番奥、真ん中、どれから行こうかな。やめようやめよう。一発で当てよう。逆に一発で当てたら欲しいな。噛まれたくないな。でもじゃあとりあえずやっていきますね。ワニワニパニック、ワニワニパニックじゃないか。どれしよう。で一番こういうのはこれ結構せー、結構これ怖、どんな感じだっけ。これこうだっけ。あ、こうだよね。めっちゃ怖い。これ結構怖くない？結構怖くない？あ、見えてないか。やばビビりすぎてやばい。チキンなんだけど。思ったよりチキン。どうやっていこうかな。せーのでいこうか。せーの、ういっ、めっちゃ怖い。これ押せました。向いてないゲームでした。ユリに向いてんのは大富豪とウノとダウトしたい。ダウト終わっちゃったなこれ企画。なんか全然さ長引かないからさ、全然なんか終わっちゃったよ企画が。ある意味強くないぞ。人狼は？そうか、人狼か。人狼はね、ユーリ強いんだか弱いんだか全く分かんないんだわ。でもそのなんか46時間テレビの時にやらせてもらったけど、その時はそうアスカと人狼がペアで、でアスカが早々にいなくなっちゃったから私一人でやってみたんだけど、そう、その時はそうなんかうまく勝てたみたいで、そう嬉しかったんだけど、でもそれ以来人狼もやってないからね。なんかそれが上手いのか下手なのか全然分かんなくて、絶対多分人狼とかも上手い人はもっと上手いじゃん。ほらね、カズミみたいにゲームマスターになったりとか、あとはなんだろうな、すごい言葉巧みになんかなんだろうな違う役職を名乗ったりとか、なんかそういうのがまだできてないから、うん、あれだなって思うけど、でもまたみんなそのね、人狼って数人でやるんじゃなくて大人数でやるのがやっぱ楽しいんだよね。ゲーム大好きなんだよね、ユーリ。カズミに、そうカズミにね、その時はねたまたま多分運が良かったんじゃないかなと思う。うん、また見たいって言ってくれるの、ありがとうございます。優しいね。クイズ王ってやってほしい。クイズ王って人狼強いの？強いの？なんかクイズ出すのは上手いイメージだけど、人狼とかってクイズ王は常にやってるもんなんか、どうなんだろう。ボードゲーム部強いんだ。でもさ、なんかそうなんだよね、なんか頭いい人って絶対強いと思う。めっちゃ思うけど、私はちょっと頭がな全然追いついていかないからよろしくないからね。なんか運たまたまって感じがすごいけど、あら、ではそろそろ次回のメンバーの宿題を考えていきたいと思うんですけれども、うん、そうだね、宿題明日はマヤになるんだけど、どんな宿題がいいと思いますか？ズキュン、あ、明日マヤやで。マヤマヤ、ごめんね。早口言葉、好きな四字熟語、待って、好きな四字熟語めっちゃおもろそう。
好きな四字熟語ちょっといいかも。ちょっとそれが今一つ目の候補で、なんだろうな、最近知った、最近知ったって言った最近知った豆知識いいね。前豆知識大好きだからな、それもいいな。どっちにしようかな。あのね、そうマーヤってさめっちゃモノマネうまいじゃん。そういろんなメンバーとかマイちゃんとかめっちゃやってるんだけど、なんか私もめっちゃ特徴あるよって言われるんだけど、私のモノマネはマーヤできないっていうの絶対に。なんかユーリは本当にできないっていつも言われちゃう。なんだろう、なんか足にバネがついてる感じができないってめちゃくちゃ言われる。そうなんだよね、そうそう、モノマネなんでだろうね。そう、それは分からないんだ。じゃあさせようもう意地悪だな、本当に意地悪だよ、やばいよ。ダメ、それはダメ、かわいそうダメでーす。英会話教室、あれなんだっけ、1個目なんだっけ、あ、四字熟語と2個目が、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。2個目なんだっけ、なんて言ってたっけ、ユリなんだっけ、前か、なんだっけ、豆知識だ、そうそうそう、豆知識、ありがとうありがとう、優しい、ありがとう。どっちかがいいな。ククククククは言えるんじゃない、言えるよ、ククは。あれ豆知識、じゃあそうだな、じゃあ最近知った豆知識か、もう一個はなんだっけ、何でしたっけ、もう一個、あ、そう、四字熟語にしようかな。じゃあどっちがいいか聞こうかな、みんなに。なんか投票制度って確かありますよね。ちょっと投票制度するからさ、みんなちょっと待っててみ。チュンチュンチュン、あ、こうやったらみんな見れるのか、なるほどね。ブブ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 ブ、ブブ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 ブ。スクショタイムじゃないよ、ダメ、勝手にスクショしないで。パッパッパッ、ダメ、やだ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 、暴力暴力今みんなのことを言う、暴力してるから。あ、来た、よし、みんな準備はいいか、はい、よし。じゃあマーヤの明日の宿題は、1番四字熟語、2番が最近知った豆知識を教えて、さあどっち、どうぞ。でんでけ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 でんどっち、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 うにょうにょうにょ、あ、じゃあそろそろ終了、5秒前、4、3、2、1、終了。パチン、どうやろう、投票終了。おお、結構僅差なんだけど。投票結果、2番が 51.1% で、こっちのが多かったので、
豆知識、最近知った豆知識を教えてにしたいと思います。ありがとうみんな、ありがとうありがとう。じゃあ書こうかな、そろそろ。じゃん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 ドゥ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 ドよし、できた。じゃじゃん、書けました。最近知った豆知識を教えてです。まあや、よろしくお願いします。はい、ということで明日のまあやの配信は夕方の17時半からとなります。皆さんよかったら、夏休み中の方もまだいるかな、それともまあそうだね、この時間はちょっとお仕事がね忙しいかと思うんですけど、よかったら合間を縫って見てあげてほしいなと思います。そしてあと3万人突破となりました。ありがとうございます。すごい、こんな短時間なのにさ、すごいすごい、3万人ってさ、3万人ってどれ、あらららら、だいろんなもの落としちゃった。3万人ってどれぐらいよ、3万人難しいな、神宮ぐらい、神宮もっと入るかな、横割りくらい、すごいね、やば、横割りか、すごいな、ありがとうございます。え、待って、やばい、豆知識の知識違う、やばい、漢字違うよ、だってやべ、今見た、ちょっと待って待って待って、教えて、ちょっと待って、漢字間違えてる、だよね、やっぱごめん、え、ちょっと待って、し、早く教えて、早く早く、漢字間違ってるの分かったんだから早く教えてよ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やばい、ちょっと迷った方だったやべえこれ大丈夫かな、やばいんだけど、これどうやって、こっち側だけ、こっち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 、こうや、ちょっと待って、もういいかこれにやば、ありがとうみんな、これだね、こっちですね、ごめん、本当にごめん、ごめんごめんごめんなさい、ごめんなさい、うるさい、みんな静かにしてうるさいです、うるさいです、静かにしてくださいじゃあもううるさいな、みんなもう静かにして、終わり、この話は終わりだよはい、ということで、もうなんかそろそろお時間になってきたので、皆さんとはゆうりはお別れの時間となります。おバカがバレたは元からバカなのはだいたい分かってきてるでしょ、もうこの7年ぐらいやってて、だから最後に縮小タイム、最後ね、はいはい、まったくわがままなんだから、みんな、どうぞ。
あ、なんか今このポーズが流行ってるらしい。なんだっけこれ、なんだっけ、なんとかポーズありますよね。なんだっけ、このポーズ流行ってますよね。めっちゃ今流行ってるよね、流行ってるよね。あれ流行ってない。え、これ流行ってるよ絶対。ギャル、あれ違うかな、みんな。じゃあということで、それでは明日のまやちゃんの配信は夕方の5時半なので、皆さん絶対絶対絶対見てあげてください。それでは今日の乃木曜日の担当は乃木坂46の斉藤優里でした。バイバーイ。あのね、今回はもう切り忘れないから、優里もちゃんと学んでるから本当にみんなバイバイするからねありがとうございました。見ていただいて、聞いていただいて、また会いましょう。バイバーイ。